中華そば、田村、中華そば牛肉チャーシュー入りニンニク中華そば田村は、徳島県伊野郡北島町大浜体制で中華、そばなどを提供しているラーメン店。通称、田村麺。2003年創業。店主は、田村義久。田村は1970年徳島県徳島市生まれ、高校卒業まで、徳島市で過ごす。岡山県の大学卒業後は、 不動産関係のサラリーマンだったが、ラーメンを制業にすることが幼い頃からの夢であったこと、ラーメンの食べ歩きという趣味なども講じて、自分でも作ってみたいと一年発起。2002年1月に徳島ラーメンの老舗、中華そば末広で修行を開始。その後、2003年11月に北島城代、浜西中野で創業し、2012年12月に現在の地に移転した。 中華そば末広の師匠から体得した徳島ラーメンの基本的な作り方を守りつつも田村の個性が表現されたスープなどが挙げられる。メニューは中華そばをはじめ徳島ラーメンとしては珍しい甘辛い牛肉が乗った牛肉入りや期間限定の味噌ラーメン、クリームチーズラーメン、スープにカツオイルをかけ、カツオの粉末をたっぷり乗せた。 魚介そばカツオなどバリエーションが豊かである。スープは濃厚なのが特徴である。大量の鶏ラを中心に豚柄、野菜、海産物などを丸1日煮込んで作られる。鶏や豚など一般的な店が使用する1.5倍もの量の材料から出汁を取ることでそうなる。トッピングされる豚バラ肉のほかチャーシューも提供している。 同時に焼くとふかすが可能なスチームコンベクションオーブンを導入し調理している。店舗は幹線道路に面した大きなガラス張りの窓からたっぷりと光が差し込むため明るくおしゃれでこれまでの徳島県の一般的なラーメン店とは異なり一見カフェのような佇まいである。女性客がフラット一人で立ち寄りやすいようにと考えられたシンプルなインテリアも特徴。 店内はテーブル席とキッチンに面したカウンター席があり、座席スペースはゆったりとしている。カラフルなラーメン鉢は大谷焼きのもの仕様。鉢の中底には当たりマークが潜んでいるものがあり、ナルト台やサーフトランクスの絵が描かれていたらアイスがもらえる。このラーメン鉢は大谷焼きの元産業田村商事生製、田村栄一郎が手がけた。ありがとうございます。